そう、しまった。さあ、サイヤ人の力は、うわどれだけじゃねえか。こっそり手に入れたとっておきの秘策があるんですよ。エリートだろうが関係ない。サイヤ人本来の凶暴な性格に戻してやる。おい、お前ら、ザコばかりにかまってると、ベジータの野郎に踏みつぶされちまうぜ。おいおい、騒がしいと思ったら、猿が暴れてやがるぜ。まったく見苦しい。みんな泣くだと、人思いに片付けた。バカめ、まさか、ここまでの強さだとは思わなかったぞ。なんではないか。もうここまでだ。そんな人気な攻撃で、この俺が倒せると思ったか。なんだと、この私が。こっちから行くぞ。とかめあめあくさまでだ。すっごいよ、信じられないや。